はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理中部地方丸3をお送りします。で、これで中部地方3個目で、前回からね、都道府県が始まったんだよね。で、前回福井、石川、富山ってやったんで、今回この DE と、この2個のね、都道府県を取り上げていきます。で、全部で穴埋めが6問となってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、D の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず D で、これでまあ北陸地方が終わりますね。北陸地方、ね、北の地方なんですけど、福井、石川、富山と、ここで最後、北陸地方です。で、あそこ、何かっていうと、あそこは新潟県です。あ、ちょっと待って。書き順間違っちゃった。新潟県ね。で、新潟県はまず有名な川、そして有名な平野があります。それまず覚えましょう。で、川の名前。名前から言っちゃおうか。これは、信じるに、恋ですね。これで、信濃川って言います。信濃川ね。で、これなんで有名かっていうと、日本で一番長いんです、この川。日本最長ね。長いの。で、気をつけなきゃいけないのが、日本で一番長いのは信濃川。日本で一番流域面積、川の面積が広いのは利根川ね。そこ、長いと広い違うんで、そこ気をつけてください。いいかな？日本最長は信濃川です。で、何平野？このね、平野の名前も覚えましょう。で、平野の名前が、越後平野って言います。越後平野ね。で、場所的にはね、この辺が越後平野。で、この場所から魚沼地方。これ、魚沼地方ってこの辺なんですけど、まあ、だからこの辺ね、一帯にかけてコシヒカリの名産地です。まあ、とにかくお米が美味しい。で、この魚沼、ね、魚沼産のコシヒカリって有名なんですけど、すごく美味しいです。いや、まあ、米が有名だと覚えておいてください。で、さっき言った北陸地方4県、見ておつね、もう一回、福井、石川、富山、新潟です。この北陸地方4県っていうのは、1980年代後半にね、ホニャララ構想っていうのが生まれたんです。でちょっとかすきに言葉言っちゃいましょう。長いんですけど、ちょっと待ってね。まず、環境の環。で、日本海に接してるとこの話なので、日本海で、ワンちゃん吠えてんの外で経済圏構想です。読むと環日本海経済圏構想をって言います。長いでしょ。で、これ何かっていうと、ね、日本海って入ってるんで、まあ、日本海の話だよね。で、日本海ってここにあります。ここね。で、日本海の向こう側のユーラシア大陸には、例えばロシア連邦とか中国とか韓国なんかがあるんですけど、そこたちってほしいね。そこらと、その北陸地方4県がこうね、こう密接につながりを持って、共に発展していこうと。で、その具体策、どういう方法でやっていこうかっていうのを考えながら模索してるんです。で、それを、環日本海経済圏構想っていう。いいかな？例えば物流とか、まあその経済のやり取りもそうですけど。で、もちろん日本とね、他の国っていうのはその、なんだ、国家間の関係もあるんだけど、いろいろ。でも、まあこういうのがあるっていうのを覚えておいてください。では次にね、E の都道府県行きましょう。で、青の都道府県が、あの場所は長野県です。いいね、長野県。で、長野県はですね、まあ、こう、標高が高い地域が、まあ、山が多いんでね、標高が高い地域が多いと。で、その夏でも、涼しいね、標高が高いとさ。だから夏でも涼しい気候を利用して、レタスなんかのほにゃらら作りが盛んです。で、これ何が作るか。っていうと、これ前もちょっと言葉ね、やりましたけど、高原野菜って言います。ね、これを作るのが盛んです。特にレタスだね。で、また工業地帯があります。で、どこかっていうと、このね、中央のこの辺にある。で、この工業地帯では、例えば電子部品とか IC、こういうのをね、作る工場が多いっていうのも覚えておいてください。
で、あと今回ね穴埋めにはしてないんですけど、日本アルプスがあります。日本アルプス、飛騨、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈、出てこなかった。で、この3つに関してはもう前にやってるのであえて取り上げてないです。ですが、まあ、その日本アルプスがある。で、そういうのも覚えておいてください。いいかな。では今回は社会の地、中部地方丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ残ってますので、都道府県ね、引き続きやっていくんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。